時はすごいですね。そうですね。福井と岩木平間だったんですよ。ああ、そうですね。うん、赤い糸で結ぶ。赤い糸で、この2人が。はい。あれ、外国人でちょっと会ってきたんですか？そうですね。一緒に競争もやって。うん、競争訓練も一緒だった。そうですね、はい、レースもやって。ちょっとバンベルトーヘンとか聞いたら、久しぶりに会ったら、ずいぶん太ってたなとか言ってた。そうですね。ペルビスがいたの？ペルビスもいました、はい。世界チャンピオン。はい。みんな強かったです。先行の日本一だからって、外国人勢も出ます。バンベルトーヘンってあれも、若い頃からというか、うん、ユース時代から。サイモンはそんなに知らないですけどね。うん、なかなか本当刺激になってたんで、あ、うん、すごいいい練習になりました。うん、はい、何日ぐらいと、うん、練習自体は1日だけ、1日だけ一緒にやったのは、まあ、合宿の間で入れてもらって、うんうん、まあ、その静岡支部にすごい協力してもらって一緒に、うん、まあ、合宿メンバーみんな入れてもらったんで、うん、すごいいい練習できました。それは刺激入った。はい。まあ、外国人勢はまだちょっと仕上がりとしてはまだまだなんでしょうけど、うん、そうですね、うん、まあでもやっぱまだまだでちょうどいいぐらいでしたね、レベルは。やっぱり強いのは強い、強いんで、はい、うん、まあ、ちょっと当然名古屋西武園と終えて、まあ、開催的には少し感覚もいい具合になってる、ね、まあ、しっかり練習はしてきたんで、うん、まあ、あとしっかり疲れとって、うん、またこれから夏に向けて G1 戦線、うん、そうですね、うん、本当、まあ、ここから力つけていかないといけないんで、うん、はい、練習のスケジューリングというかイメージはできてるんですか？どう過ごすかな。そうですね、ある程度目処は立ててるんですけど、うん、まあ、ここから、うん、3ヶ月が勝負なので、うん、しっかり練習したっていう。で、今年は1年あれですけど、例えば来年の1月にギア規制かかって、そこは頭の中今どうか考えたりってなるんですか？まあ、今のところ特に考えてはないですけど、うん、まあ、規制かかったタイミングからやっぱ特別経理まで時間はあるんで、うん、まあ、しっかりその間でなんとか対応できるように、うん、一応やっぱグランプリ見据えて1年は動いてるんで、うん、でそこに向けて、まあ、とりあえず今のところやることやって、うん、年明けからしっかり切り替える。そうですね、そのシンプルな話、はい、グランプリでまでその4倍以上が勝負して、はい、一気にガラッと変えるのか。そうですね、うん、まあ、でもそうするしかないんで、うん、一応そこまで特に対策っていうのはない、うん、しないで、うん、まあ、年明けてから考えた方が、うん、まずはこの1年の節と、うん、そうですね、しっかり戦い抜いて、うん、とりあえず今日、まあ、今年今回ラストチャンスなのでしっかり頑張って、うん、まあ、このメンバーで優勝できるように、うん、はい、まずは、はい、頑張ります。はい。